うわ、戦争？すごい数だよ。2号星と3号星の戦争か。こいつは見物だな。まるで人がゴミのようだぞ。間抜けにも配下の1号星を洗脳されておきながら、高みの見物とは随分いいご身分だな。なんだと？我を間抜けと抜かしたか。守るべきを守らず、やるべきことをやらず、そんな間抜けなリーダーは君を置いて他にはいないだろう。あんな奴ら我の配下では。愚か、君にリーダーの資格はない。自らの無力を認めず責任逃れとは魔王の息子が聞いて呆れる。さっきから言いたい放題。お前何者だ。私か。我が名はビッグスター様。ここの勝敗は決しました。我が軍の勝利です。ビッグスター様は主戦場においでください。わかった。我ら2号星は全員主戦場へ向かおう。しかしビッグスター様、この戦場にもまだ敵の残党が。魔王の息子よ、この場は君に任せるとしよう。少しは次期魔王の器というものを見せてくれたまえ。次期魔王の器だと？偉そうに言いやがって。何様？ビッグスター様ですよ。いろんな意味ですごい人ですね。ビッグスター様は2号星の筆頭だよ。初めて見たけど想像以上の人物のようだね。うむ、リーダーとしての度量も魔王殿と違って半端ないようじゃな。まさしく。3号星の卑劣なる洗脳攻撃からこれまで2号星が耐えてこられたのはあのビッグスター様の力に他ならん。旬の食材が美味であるように心ある。説教はたくさんだ。古文のくせに生意気だぞお前ら。リーダーなんてものは強ければいいのだ。相手が勇者であろうと誰であろうと負けないだけの強さがあればな。見たか我の強さを。これでも次期魔王の器がないと抜かすか。あのビッグスター様とやら追うぞ。我の力を見くびった償いをさせてやる。その後で3号星の校舎の場所をきっちりと吐かせてやるとしよう。奴なら知っているだろうからな。じゃがその前に魔王だの？なんだ姫様、止めるつもりか。打倒魔王はお前の目的とも合致するだろう。それはそうなのじゃが、そろそろ心を開いてみぬか。姫様、そのチェーンソーは一体？うん、言葉を積み上げても意味がなさそうじゃろ。ならば行動あるのみじゃ。行動はいいですけど、諦めるの早いし、それは強行すぎると思うのですが。お主を勇者に戻すための尊い犠牲じゃ。ちょっぴり痛いかもしれないけど、そこは男の子、我慢できるはず。なーに、悪魔ならこれくらいでは死なないと本に書いてあったぞ。嘘つけ！お前悪魔を何だと思っているのだ。命がいくつあっても足りぬわ。あ、待つのじゃ、魔王殿！ちっ、逃げ足の速いやつじゃ。あの、姫様。なんじゃ、アルマース。どうして姫様は僕なんかのために頑張ってくださるのですか。僕みたいな見ず知らずのただの一般ピーポーなんかのために。何を言ってるのじゃアルマス。わしはそなたをよく知ってるぞ。え、わしはそなたを前から知ってる。母上の葬儀の日以来忘れたことはない。王妃様の？お主、国では近衛兵じゃったな。勇者になりたいのを皆にからかわれていた。どうしてそんなことまで。好きじゃ。好き。うん、月を見ては魔王殿の心を開かせようと画策しておるのじゃが、どうにもうまくいかんの。姫様、話題飛びすぎです。うん、
チェーンソーは痛そうだからためちゃったのかもしれぬ。それならば、マオドロー、待つのじゃ。よく切れるメスならどうかの。痛くないぞ、多分な。あわわわ、どうしよう。悪魔の格好なのに僕の正体がバレてる。それに、なんで僕のこと知ってるんだ。一階のこの衛兵でしかないこの僕を、なんで姫様が知ってるんだよ。王妃様の葬儀の日から忘れたことないって、僕そんなにとんでもないことをしでかしたっけ。いや、姫様の記憶に残るようなことは何もしてないはず。じゃあどうして。うわあ、さっぱりわかんないよ。挨拶は礼儀の基本。できるなら殺してしまおう、下級生。安心して、屍は私たちが片付けてあげます。リサイクルにご協力を。畜生、やられた衛星兵。三号星の凄まじいボランティア活動に巻き込まれちゃった。社会貢献が何よ、敬老が何よ、絶対に席なんか譲らないんだから。募金とは死ぬことと見つけたり、何が何でも募金活動に付き合わせてやる。二号星の本陣に突っ込むぞ。優等生の二号星どもに献血の粛清を。起立、礼、着火。そう。諸君、時は満ちた。いよいよ反撃の時だ。目標は三号星の本体。爽やか挨拶運動部隊だ。良いか諸君、私が共にいることを忘れるな。私を信じろ、隣の悪友を信じろ。邪悪学園に自由を取り戻すのだ。おバカめ、まんまと誘導されおったら。どうやらここが二号星筆頭ビッグスター様の墓場となりそうだな。ビッグスター様さえ始末すれば、我らの今月の目標、打倒魔王を阻止できる者はもはやおるまいて。なんだかすごいことになってるね。ん？どうやら三号星が優勢のようじゃ。我の器がどうとか言っておきながら、口ほどにもないやつだな。来たか、魔王の息子よ。残党どもはなんとか片付けたようだな。少しは使えるか。この後に及んでまだ強がるか。我の見立てではこの戦お前の負けだぞ。だが三号星の校舎の場所を吐けば加勢してやらぬこともない。まったく、無粋にも程がある。月のない夜に落ちたガラスの破片だよ。君、そんな不安なものを無策で拾うほど私は愚か者ではないつもりだよ。なんだと？このまま負けてもいいというのか？たとえ勝つ可能性がゼロだとしても 100% にしてみせるのがリーダーの役目。今の。あんたたち、意地の張り合いもいい加減にしな。1号星と2号星の筆頭同士、手を取り合えばこのピンチも切り抜けられるはず。昨日の敵は今日の友。真の友情ってのは戦場でこそ芽生えるものだとあたいは思うけどね。そんな不気味なもの芽生えなくていい。我は一人でも。カーッ！一見反発し合う食材同士、しかし意外な組み合わせが微妙を醸し出すこともあるぞな。もし二人とも詰め込め言う暇があったら、とりあえず食ってみろー。